シンデアリーグ選手紹介のコーナーです。本日は B ブロックの皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速質問の方いきたいと思います。はい。せーの、ドンドンドン。はい、というわけで結構皆さんいろいろバラバラというか、バラバラいろんなタイプが揃ったような感じですかね。はい。まあさん日替わりってことで特にないなんて言うの。あのどちらかというとあの高打点作るのが好きで、おなので本当日替わりっていうのは展望が欲しい時っていうか、なるほど、ね、でちょっと熱くなってる時とかに、うん、一メンツできていてもそれを崩して鎮逸に持っていっちゃったりとか、なるほどなるほど、そういうこともします。やりますと、はい、無理やりこともあるよと、はい、そしてトミさんは手役が好き、好きなのは手役は好きです、うん、なので基本的には手役を目指すんですけど、うん、まあ、状況によってかなり、うん、そんなに手役派っぽくはないかもしれない、うん、状況によるんです、ね、あれ日替わり、日替わりって言ったら一判ちゃんでかなり変わる。あ、でも確かにそうだよね。一判ちゃんの中で急にあの先天の仕掛けしたりとかするんで、なるほど、急に、うん、そう急に変わる、急に変わります。で水谷さんバランス型ってことはこれも日替わり、ね、日替わりその局面によるみたいな。そうですよね、うん、押したり引いたり。杉村さんはさすがいつもです。日替わりません。ルールもこれ、全部これ。素晴らしい家で国士無双リーチ、はい、13面待ちなので、ね、もう絶対リーチプラドラ見たいからねっていうことね。はい、ありがとうございます。せーの、ドン。さあ、出揃いましたね。まんま。ご飯ですか？違うんですよ。日替わり。違うんですよ。まんまね。私、めちゃめちゃ食べたい人ですね。日替わり定食、まあ。食べるの大好きですが、ですが、違うんですよ。違いますか？あの、このまんまっていうのは、もうそのまま。ありのままを見てる、うん。ありのままです。私のありのままを見てほしいと。多分、どこで出会っても、このまんまなので。なるほど。今映っているそのまんまが私なので、うん、そのまま見ていただければと思いますっていう、麻雀も全て、はい、そのままです、うん、そしてトミさん、夢？夢を見て、常に夢を見てドリーマーな、そうですね、ドリーマー。トミさん、トミがあの見るものじゃなくてさ、多分視聴者の方に見てほしいもので、視聴者が夢を見て、夢を持って見てほしい。例えば手配とかで、あー、なるほどね、手配とかがバラバラだったら、国士の夢、みんなで一緒に応援して国士上がれるの頑張れみたいな、うんうん、とか、まあ、赤とかあったら、よし、単品系で単品ドラドラ裏まで乗っちゃえみたいな夢を持って応援してほしい。なるほどね。なるほど。そう見られる立場として夢を持って応援してほしいという、うん、ちょっと伝わりづらかったです。いや、でも素晴らしい。、はい、うん、そして三谷さんが歩くアップデート。やばい、筋肉が輝いてる。なんか筋肉増強っていう、なんかそんな感じの意味があるんですけど、歩くアップ。あんまりその痩せてで仕掛けていくのが好きじゃなくって、うん、我慢して、うん、もう筋肉もりもりに打点ついたところでリーチみたいなのが好きなんで、うん、これにしました。なるほど、歩くアップリーチ。筋肉増なんとか剤なんですか？違う、なんか筋肉を増やすことがこのバルクアップっていう、そう、筋トレをして増やすみたいな。私もバルクアップしていこう。そして木村さんは、すごいですね、もう頭の中がすごくしたいと思いつつ降りてます。あ、でもちょっと降りちゃう。そう、全通したいなって思いながら降りてるので、うん、降りてる場面が多く見られちゃうかもしれないけど、うん、気持ちは前のめりにはなってるから、もうこいつ歯食いしばって降りてるんだなって思ってほしいなと思ってます。なるほど、降りてばっかじゃねえかよとか思われちゃうから。せーの、ドン。さあ人狼、今日から俺はオイル、料理ときましたね。はいはいはい、そう、調子今日から俺は今日からドラマですね。そうなんです、うん、今やってるドラマで、新ドラマなんですけど、漫画もある
漫画からのドラマかな。昔っぽいヤンキードラマなんですけど、うんうん、本当に面白くって、はいはい、なんか Hulu でなんかこうメイキングのやつも込みのやつあるんですけども、ダブルで見てます。録画してみて、すごい、めっちゃ見てね、ハマってる。すっごい面白いんでおすすめです。すごい。皆さん結構女性っぽい。あ、ごめんなさい、全然全然、まあまあまあ、女性っぽくはないんですけども。いや、私やっぱあの麻雀もそもそもテーブルゲームなわけで、うん、ゲームが大好きで、 なのでボードゲームだったりとかこういう人狼、うん、その麻雀もなんかそのね、人が何考えてるのかっていう、そういう駆け引きなところがあるんですが、人狼も駆け引きの部分があるんで、そういう駆け引きがあるゲームが好きです。なるほど。心理戦が好き。心理戦、はい。せーの、ダダン。はい、あら、こう出揃いましたね。初めてかな。お金、お金、あ、違う違う、お金だ。これ、はい、見せかけた。ただのにお金かけた。騙されました、思いっきり。これもしかして、もしかして、お金だったりする？一生ごまかしてる。ごまかしてる。綺麗事言うんじゃねえよって言われるの怖いから。ごまかしてる。結構ね、本当に分かれますね、これね。今回は、うん、そう、本当は両方と言いたいっていうのを書いているのですが、うんうん、まあ両方ですよね、一番は。っていうか、なんかどっちかがあればなんか引き寄せられるというか。なるほどね。愛があるなら頑張ってくれるだろうし、逆に愛がないならちょっとそこに愛芽生えさせてやるよみたいな。そうだね。お金じゃ、さっき喋ってたあのなんだっけ、自分で稼げる女性はお金はいらなくて愛が欲しい。あの辺はね、いっぱい聞きたかったんですけど、今度このテーマだけでちょっとみんな集めてやりたいなと。皆さんね、面白い話をお持ちになるみたいなんで。ぜひぜひ。さっき楽屋がね、私なんか思ったんですけど、最初に幸せなのは愛じゃないですか、うん、後半、人生の後半幸せなのは多分お金なんですよ。なるほど、ね、そう、だからどっちを楽しむかみたいな、余興を楽しむかみたいな、そう、みたいな、うん、そうね、思いました。じゃあこのコーナーは、うん、両方がいい、またご用意したいと思います。おいおい。はい、というわけで皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。バージョンウォッチシンデレラリーグは毎週火曜日、アベマ TV で放送中でございます。ぜひご覧ください。では皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。